文字の由来はもう研究できない。言語の起源について追求することも罪となる。だが文字は生まれてから目前と全てを記録し続けてきた。空、星、山、鳥、争い、平和、それぞれの人生、無数の文字が資料を紡ぎ、歴史として編纂され、歳月に封じられる。書記官は真実と、その後ろにある疑問を記録する。永遠に答えの見つからない疑問も多くある。永遠の沈黙のみが永遠の問いに対する答えだ。